はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ピッキングの改めてですけどね、ちょっとこだわりについて語りたいと思います。皆さんもね、ご存知のように僕はまあピックの持ち方はね、いわゆるイングベイのスタイルに近い形でですね、人差し指のちょうどこの先の方に向けてですね、こんな感じで持って軽く押さえます。だからまあもう爪の代わりみたいな感じですね。でこれだとどうしても、ね、不安定なので、中指でこう要するに3本ですね、バンヘイレンがまあ逆ですよね。こうかな、こんな感じだったりしますね。バンヘイレンとか中指でこう押さえてます、まあ、これの逆パターン。イングベも相当まあやっぱりエディに影響を受けてるんで、そういう風になってるんだと思います。で、これであの車のねキーを、ま、回すかのようにイグニッションエフェクトっていうんですけども、これで回転してピッキングします。まあ、バンヘレンはハミングバードっていう言ってますよね。でハミングバードの場合はもう完全に手首を動かしてこうやるんですけど、まあこれはやっぱり不安定でね、ちょっと難しいっていうのもあるんですよね。ということで僕はまあイングベ同様、この薬指を、ここのピックガードに当てて、こうですね、こうこうする感じになってます。だからまあここのだいたいギターが、赤いギターの時は塗装が剥げたりしてたんですけど、ここで高さをこう薬指の高さで弦の角度じゃなくて深さを変えます。これは一緒なんですけども、深く入れることによって音量を上げるっていう、これいつも結構学生にも口を酸っぱくして言っている話です、ね。まあ見栄え的なものもあるんですけど、やっぱり僕はこれが一番美しいと思っています。ノンミュートでね、他の弦に当たらないにするとこれだけ音が綺麗に鳴らせることができるので、はい、まあ、悪い例としてやっぱこうこういうのとかね、ほとんどの人の、ピッキングはですね、アップが弱いんで大体こうこういう風になります。だからもっとしっかりとアップの時の音量も考えてですね、弾きましょう。全く同じ音量で意外に当たる深さも極限まで浅くして、こういう練習をね、すぐにします。といった感じで、まあ、分かってもらえたでしょうかね。一応ピッキングっていうのはそういうこだわりを持っています。で、まあよく言うそのこの屈伸をですね、使っているという人もいるんですけど、僕はまあ弦移動の時とあとエコノミーですよね。これはもう完全にこの、屈伸を利用しているんですけども、これは弦に当たる角度を調節してるっていう意味であって。ここでこうピッキングをしているわけではないので注意してください。基本的には弦離れにこだわっているので、一回弾いてちゃんと離れてまた離れるっていう、こういうのは一番音が抜けが悪いと思っているので、したくない奏法です。これと一緒に、今度しないようにしてくださいね。